アウディーカのね、撤退戦、かなりうまくいった感じですね。いろんなところから情報が出てきました。どうもね、ロシア側のね、損失がかなりの門に達してると。死傷者5万人ぐらいなんじゃねえかなと。結構なんですよ、5万人って言ったら。日露戦争のね、日本軍の、まあその戦闘によるね、死者が10万人と言われてますので、その半分ぐらいをですね、この数ヶ月で失ったということ。シャレになってねえやと。そういう意味でもね、本質の面でも大国だな、ロシアはと思うんですが、ニューズウィークがね、これ報じてます。ニューズウィークね、ちょっと飛ばし記事多いんでね、気をつけなきゃいけないんですけど、一応ね、専門家に一応監修してもらいました。大体これで合ってるということですので、ちょっとこれ皆さんと共有したいんですけれども、アウディーカ制圧、ロシアは大きな犠牲を払ったということで、ウクライナ軍はですね、発表したんですけれども、ロシアとの交戦が続いたドネツク州の主要都市アウディーカからの撤退を発表と。しかしこの攻防戦でロシア側は4万7000人の兵士と360両の戦車を失ったとウクライナ軍は指摘していると。ウクライナ軍のですね、オレクサンドル・タルナフスキー准将ですね、この地域の司令官なんですけれども、18日にまあ語ったところによると、ロシア軍の大規模な攻撃が始まった昨年10月10日からですね、撤退が完了する2月17日までの間に、ロシア側は47,186人の兵士と360両の戦車、748台の装甲戦闘車両を失ったというふうに言ってますと。ロシアはさらに248機のですね、砲撃システム、榴弾砲でしょうね、これおそらくね。それから5機のですね、Z 戦闘爆撃機ですかね、を失ったと。いうことです。この数字はですね、真偽は確認できてないんですが、一応ニューズウィークはですね、ロシア国防省にもこういうふうにウクライナに言ってるけどどうなのと確認を求めたんですが、返事が来なかったと。一応ね、第三者的な立場でですね、イギリス国防省も実は推計を出してまして、これによるとですね、アウディーカ攻防戦でロシアは戦車と、歩兵戦闘車両を少なくとも400両は失ってると。要は、目で確認できる範囲で、おそらく400両。実際にはこれ以上だと思うんですけど、相手でも400両失ったと言ってますので、ウクライナが言ってるのは多少まあ吹かせるかもしれませんけど、そんなに外れてはいないんじゃないかなと。この記事曰くですね、ともあれこの数字はウクライナ軍がアウディーカ制圧のために支払った代償がいかに大きかったことを示していると。ロシア大統領府はロシア軍がアウディーカを完全に解放したと発表したと。ジルスキー司令官ですね、ウクライナ側ですね、行為を回避し兵士の命を救うための撤退だと述べたと。我が軍の兵士は軍人として義務を立派に果たした。ロシア軍の最強部隊を打倒するためにやれることは全てやり、敵の人的資源や装備に大きな損害を与えたと。ここもね、バフムトと同じ肉引き状態みたいな感じですね。この戦争ね、ロシアの全面侵攻から2年というような言い方するんですが、実際にはもう10年戦ってるんですよ。2014年のね、ロシアのクリミア侵略、この後ですね、いわゆるその、まあ、東部のね、ルハンシク州と、それからドネツク州でね、戦闘が続いたんですけれども、これロシア側はですね、内戦つってね、プロパガンダしてるんですよ。違いますよ。対外戦争ですよ。もう本当にネズミ講のリーダーとかですね、泥棒やってたようなやつをロシアがリクルートして、人民共和国をね、勝手に名乗らせて、ロシア軍が実際入ってですね、こいつらをね、助けてたわけですよ。ウクライナ軍にぐーっと押し戻されると、ロシア軍がまた介入してっていう感じで、これ対外戦争だったというね、ことをまず皆さんね、認識していただかないと困るんですね。これは内戦じゃないです。対外戦争です。2014年からロシアとウクライナの戦いが始まっていて、2年前にその烈度が上がったというふうに皆さん見てくださいね。そういう形なので、ロシアの、まあその烈度が上がってからね、全面侵攻になってから2年、東部のですね、まあその2州でね、ロシアが介入して、それをウクライナが撃退するというこのね、対外戦争ね、スタートからはもう10年になると。いうことでございます。この10年の間ね、このアウディーカ実は要衝としてずっとね、まあやってきたんですけれども、今回ね、ちょっと撤退ということになってしまいました。とはいえですよ、撤退に伴いですね、大きな損害を与えたことはまあ間違いないと。この点についてですね、私を監修してくれてるね、専門家もですね、ざっくりですけど、5万ぐらいは溶かしたということなんで、撤退戦としてはまあ合格ではないかという評価でございます。ロシアね、悔しかったんだかどうかはよくわかんないんですけれども、クリンキというね、ヘルソンの先の拠点です。ここね、100倍いるそのロシア軍に対しても、ウクライナ軍がね、一の戦力でずっと守りきってんですけど、ここをね、ロシアが取り返したっていうね、偽情報が流れたんですよ。これね、CNN が報じてます。ロシア、ウクライナ南部拠点を掌握と主張。ウクライナは否定と、いうことで、ロシアのショイグ国防相は、ウクライナ南部ヘルソン州ドニプロ川東岸に位置するクリンキ村について、現時点でロシア軍が完全に掌握していると主張したということなんですが、ウクライナ側はですね、ショイグ氏の、主張を否定し、事実をごまかし捏造していると。南部で防衛に当たっている部隊は敵に多大な損害を与えつつ陣地を保持し続けているというふうに語ったということなんですね。親ウクライナのブロガーが共有した映像にはですね、ロシア兵らがクリンキで旗を立てた後にその場から逃げる様子が映っており、ショイグ氏の主張とは矛盾しているように見えると。 CNN は場所は特定したんですが、戦況独自に検証することはできなかったとしています。これ戦場の霧ですね。どっちかわかんないですけど、これはちょっと宣伝っぽいなという感じはするんですけれどもね。それから CNN はですね、他の戦線に目を向けるとということでね、他のエリアについてもちょっと語ってるんですけど、 CNN が撮影場所を特定した、まあジオロケ
ケーション付きの映像にはですね、ロシア軍が東部ドネツク州マリニカ近くのオピエダ村に旗を立てている様子が映っていると。ロシアの軍事ブロガーは、ウクライナ軍が撤退し、南に向けて陣地の部隊を再編成していると、指摘したと。南部ザポリージャ州では、ロシア軍が数週間にわたって、ロボティネに向けて、北と東、そしてマラトクマチカに向けて、西に進んでいると。ロシア軍は21日、同地域にいるウクライナ軍に大きな損害を与えたと主張したが、目立った前進には言及しなかったと。ウクライナ軍は、ロシア軍部隊に大きな損害を与えたと主張したということ。ロボティネはおそらくこれはまあ撃退されたと、いうことだと思うんですけど、ただね、油断はできないと。まだね、力押しでね、来ているので、ロシア軍ね、戦車とか装甲車をウクライナ軍にかなりド派手に破壊されているので、こういうのをね、失いたくがないがためにですね、歩兵を中心としたですね、無茶な突撃を仕掛けていると。損害に関わらず前進しろっても、走行機兵ボトムズかみたいな話ですけれども、そういう力押しをやっているということですとね、油断は禁物と、まあいうことではありますが、まあいずれにしてもですね、補充が続く限りはね、戦争続いちゃうんですよ。なんでね、やっぱりね、ロシア自体の戦う力を削ぐことってすごい大事なんですよね。ISW の方のちょっと分析なんですけれども、これ実はね、ニューズウィークに転載されてまして、例のアウディウカね、激戦地になったアウディウカなんですけど、どうもですね、負けたのはロシアなんじゃないかみたいなね、話がまあ出てます。まあただね、ロシア軍はそんなに緩んでないんで、楽観は禁物なんですけれども、ニューズウィークがですね、ISW のね、レポートを転載し、こんな風に言ってます。アメリカのシンクタンク、ISW は2月19日、ロシア軍はおそらく、しばし戦闘を休止した後、アウディウカ方面で再び大規模な攻撃に出るか、あるいは前線の他の区域から応援部隊を、移送し、アウディウカ付近の、戦線が攻勢限界点、に達するのを防ごうとするという見方を示したということで、どうもですね、このアウディウカのね、無理押し、まあ、ロシアの攻勢限界点に、まあなんか近いというか、まあ迎えた可能性があるということなんですね。このニューズウィークの記事自体もですね、アウディウカ制圧後、ロシア軍の攻撃は激減、戦線維持に不安というふうに報じております。この記事ね、ちょっと冒頭こう書いてあるんですね。アウディウカの周辺でロシア軍による攻撃が大幅にスローダウンしていることを示す情報が出ていると。ウクライナに、がまあ撤退した後ですね、この後ですね、アウディウカ制圧から数日経った現在、ロシア軍は部隊の再編と市街からの撤収作業を行っていると。ロシア軍による攻撃は大幅に減少していると。これはウクライナ軍のですね、リホビー報道官が伝えたものだそうです。この地域におけるロシア軍の爆撃など、上空での活動が以前より少なくなっていると指摘したと。ウクライナ軍うまく撤退したんじゃないかと。シルスキー、司令官がですね、撤退するって発表した時には、もうすでに撤退終わってたんじゃないかと。ISW のね、ちょっとまあ、レポート、さらにちょっと、引用してるんですけど、この記事ね。ISW によって、作成された最新版の地図の一つは、2月17日に投稿された位置情報を手がかりに、ロシア軍がアウディウカの北、西、南東で前進している状況を示していると。さらにこの地図からは、アウディウカでウクライナ軍が防衛線を敷いていた、鉱物工場をロシア軍が制圧したことや、ウクライナの、防衛線が現在、侵攻前に3万人暮らしていたこの町の西に設けられていることもわかると。リホビー報道官ね、ウクライナ軍のロシア軍司令部が今後間もなくアウディウカ付近に駐留する部隊を前線の区域に移動させるだろうと述べたと。一方ウクライナ軍の法律一夜部隊の報道官イベラッシュ隊はですね、実際に移動が実行にされるまでには少なくとも1週間がかかるだろうと。ロシアは何万人もの兵士とですね、大量の軍装備品を喪失するという代償を支払ったと。この件ね、一応これも専門家にですね、解説してもらったんですけど、結果的にロシア軍がですね、無理攻めと深追いで損害を重ねたということだそうです。基本的にこういうね、軍事損失というのはですね、深追いで累積していくらしいんですね。包囲されて、追撃されて、深追いしすぎてっていうのがまあ大損害のデフォらしいんですよね。今回もそれをやってしまったと。ウクライナ軍だいぶ引いたところからですね、砲撃でまあ、攻撃はしてるんですけれども、だいぶこれでやっつけたにはやっつけなんです。とはいえですね、専門家曰くですね、ロシア軍息切れはしてるけど、そんなにはまだ緩んでない。楽観は禁物で、やっぱりね、ウクライナ軍の砲弾不足というのが非常に、まあ、問題だと。北朝鮮がやっぱり余計なことしたと。ロシア軍もね、砲弾不足だったんですよ。ところが、北朝鮮からね、150万発ぐらい砲弾運んでね、ロシアがまあ200万発、北朝鮮が150万発で、合計350万発もあってですね、これをもう気前よくですね、撃ってきちゃってね、これでちょっとひでえ目にあったと。ただですね、西側もですね、今ですね、砲弾のね、増産に、まあ、走ってるんですけれども、まあ、間に合うかどうかというとですね、やっぱりね、1ヶ月ぐらいですかね、最低でも1ヶ月ぐらいはちょっと厳しいんじゃないかと。